伏見宮貞房ふさ新郎から1456年9月28日は、日本の室町時代の皇族。世襲親王家、伏見宮三代目当主。出家後の法名は、同金入道親王。大乗法王としての隠号はアトスコーイン。今日の皇室及び、旧皇族の団系の共通祖先である。著作に、関門日記、陳陽記がある。伏見松林院療養生から、 今出川家で養育される。左大臣、今出川君直を左大臣公行夫氏が養親となり、貞房は修正。その養育の恩をも忘れなかった。音楽や和歌に親しんだのも、幼児の環境による。欧永十八年四月四日、四十歳にしてようやく、父宮、伏見宮義人親王のもとに迎えられ、伏見御所で元服して貞房と名乗った。 欧米23年11月20日に、義人親王が皇居すると、その後を継いだアニミア、春人王も、翌24年2月11日に急死したため、サダフサ王がその後継となったが、サダフサにはアニミアを独殺した権威がかけられた。五小松弓や四大将軍、足利義持からの安堵を受けて、大事には至らなかったが、伏見の宮は、将兵一等の際に配因されて、 吉野に拉致された、諏訪天皇の静着の系統であるがために、諏訪天皇の弟、五公言天皇によって再興された北朝の、系統である、当時の皇統からは再疑心を持って見られることが、何かと多かった。王英二25年7月には、昭皇天皇の長愛を受けた内氏が解任したのを、天皇から貞房の子だと見に、覚えのない三つの権威がかけられたが、この時も、 吉持の鳥なしで貞房は、起承文を提出して辛くも、窮地を脱している。また、伏見宮は、五古松院がかつて長江同僚などを没収した際に、スコ天皇と共に配位された、東宮自家人神,神皇が継承していた、室町院料を代わりに与えられていたが、貞房が、室町院料以外の時期、人氏の医療も室町院料であると称して、自家人の子供たちから没収しようとしたため、 両者の間で総論となっている。欧三32年2月、将校天皇のスメラフ等々と小川軍が没すると、貞田夫はかねてから病弱で、軽視もなかった天皇の皇長の候補となり、4月16日には五古松院の有志として、新能宣言を受けた。しかし、このことは天皇の激励に触れることとなり、貞田夫はわずか3ヶ月後のうるう6月3日には、 伏見四月案で中発に追い込まれる。出家後の法号を、道金と言い,い、以後は、道金入道親王を名乗った。御藩生は、伝が、以後、総六などの遊芸に熱中した。昭徴元年7月、将校天皇が再び渋滞に陥ると、この時は六大将軍、足利義則が道、金の第一王子の彦人王を庇護し、五小松に、神帝の使命を迫った。 これを受けて、五穀松は、昇降天皇崩御の後、彦人を改めて有志とし、譲る国の義を持って、これを即位させた。その後も五穀松が引き続き辞典として、陰性を敷いたため、道金には目立った動きがなかったが、影響五年に五穀松が崩御してからは、天皇の実父としての存在感を見せるようになり、影響七年には新しく、伏見御所を造営して、そこに移っている。 文案4年11月27日、あと高倉院を先例として、同金入道新郎には、不当局帝として、大乗天皇の孫号が立て祀られ、法王として偶されることになった。しかし、道金は、新長を期して、翌年2月22日にはこれを辞退している。交渉2年8月29日、皇居。母所は伏見松林林領。 自明院党の着流、北朝第三代、津港天皇の系統父は、伏見宮初与義人親王母は三条実地女、春子。兄に、伏見宮二代目春人を。佐田親王は、庭田幸子との間に二王子を設けた。第一王子の彦人王は、御花園天皇となり、この皇統が、今日の皇室へと続いている。一方で、 第二王子の帝越根神老は伏見の宮を継承し、この系統も明治まで続いて、そこから多くの宮家が創設されたの出身である国の宮も、その系統の一つである。第二次世界大戦後の1947年に GHQ の指令により功績離脱した旧、宮家十一屋の旧、皇族はすべてこの伏見の宮の系統に連なるものである。 1947年の11宮家の皇籍離脱と、現皇室転搬思考の下で、皇位継承権を持つ皇族男子の数が減少し続ける今日、その解決策の一つに挙げられているのが、旧皇族の皇籍復帰だが、その旧皇族でさえも、現皇室から枝分かれしたのは実に500年以上前のことで、この佐田草新が両系統が共有する最後の、 断径祖先である。ありがとうございます。